アールドルフ・ヘルマン・フリードベルクは、ドイツのピアニスト、音楽教師。1872年、ビンゲン生まれ。フランクフルト法法音楽院にて、ジェームス・クバストとクララ・シューマンにピアノを指示する。その後、1893年から1904年まで、同校の教員を務め、1904年から1914年まで、ケルン音楽院の教壇に立った。 1923年から1946年に引退するまでニューヨーク芸術音楽専門学校でピアノ科の主席教授を務める。主要な門人にエリーナやマルコム・フレイジャー、ブルース・ハンガー・フォード、ウィリアム・マセロスらがいる。1955年9月9日、イタリアに隠しした。フリードベルクは60年以上にわたって欧米で ピアニストとして演奏を続けた。1900年12月2日にグスタフ・マーラーの指揮するウィーン宮廷管弦楽団と共演して公式のデビューを果たした。ただし、1893年には全曲ブラームス作品によるリサイタルを本人立ち合いのもとに行い、作曲者から賞賛を得た。その後はブラームスのピアノ曲のほとんどについて、 作曲者本人の個人指導により特訓を受けている。1920年にはアルトゥルシュナーベルの後任としてカール・フレッシュとフーゴ・ベッカーが結成したピアノ三重相談に加入し、1932年に解散するまで室内楽奏者として活動した。アメリカではフリッツ・クライスラーと数多くのリサイタルで共演しており、1937年には ダニエル・カルピロフスキーやフェリックス・サルモンドと自前のピアノ三重相談を結成している。フリードベルクはレパートリーの幅広い演奏家であったが、一般的にベートーヴェンやシューマン、ブラームスのピアノ曲と結びつけられることが多い。ありがとうございます。